にちは、今日は内藤証券投資調査部浅井が、大阪よりお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今週はですね、始まりまして、米国先週末の米国株高を受けてもう少し強がるかと思いましたけれども、結局朝安の後戻して、その後はまあ揉み合いという形になりました。ですね、今週はまあゴールデンウィークの連休を控えまして、まあ大きく動きづらいわけなんですけれども、日本株の方は3月下旬から、日銀の ETF 購入方針の変更とか、それからワクチン接種の遅れなどから、米国株に対してはパフォーマンスでちょっと遅れを取るような動きが目立ってます。先週もですね、前期決算発表が徐々に出てきましたけれども、それについて期待を下回っている銘柄がそこそこ出てきて、それに対する少しショック安なんかが出たりとかですね、そういうこともありました。というところで、基本的にはいろいろ悪材料はあるんですけども、それでも相場水準が高い割には、底堅いかなと。悪材料に対して、売られすぎない、底堅さも感じるというところです。さて、今日の指数ですけれども、日経平均株価の方は105円高、そしてトピックスは3ポイント高で終わりました。それから指数的にはだいたい小幅高で終わりまして、円相場の方は小動きというところで107円の後半というところですね。それから2枚目いきました。2枚目の方は規模別の株価指数ではですね、今日は小型株がここのところちょっと主力が動けない中動いたんですけども、今日は安かったというところですね。騰落レシオは 80% 台まで低下しております。ややちょっとボトム圏に近いような水準ですね。それから業種別の株価指数のですけれども、こちらの方3枚目ですが、今日は目立ったのは空運が 5.2% 高、それから陸運、こういったところが高くてですね、あと鉄鋼、こちら東京製鉄の方が決算発表ありました。こちらの方が一時ストップ高という形になりまして、2% 上昇というところですね。というところでございました。あと安い業種につきましては医薬品、といったか、そういったところでございます。米国株の方をチャートを見ていただきますと、今日は SP500 指数持ってきました。採用銘柄数多い指数ですね。こちらバイデン米アメリカ政権がですね、富裕層へのキャピタルゲイン課税、売却益に対する株などの課税ですけど、こちらの方を引き上げるというところで、少しちょっとおし売られる場面もあったんですけども、チャート見ますとほとんど下がってません。こちらの方も28日、今週水曜日の施政方針演説、こちらの方で詳しく出てくるかとは思われるんですけども、非常に注目されるところですけども、与野党が拮抗しておりますので、さほどきつめの税率にはならないんじゃないかというふうな楽観的な見方が多いようです。一段と人気化しまして、統制が加速するかという形になってきますけれども、例えば20年2月から3月にかけての押し幅の倍返しなんかでいきますと4535ポイント、それから9月2日までの上昇幅を、9月23日の安値から加えますと4579ポイントということで、もう少し上のあたりにですね、一つ大きな節目がございます。それからフィラデルフィアの半導体株指数も見ていきますと、こちらの方も切り返しまして、2月高値を更新、その後ですね、2週連続で下げましたけども、先週一時13週線近辺まで下げまして、下げ渋ったという形になります。一旦高値を更新してますので、この13週線近辺で下げ止まればですね、再び、もう一度ちょっと上値を狙えるような位置には現在あるということですね。それから10年物国債利回り、こちらの方はマークイットのアメリカの4月の PMI 製造業の購買担当者の景況感指数、こちらの方が2007年5月以来の高水準にあることとかですね、あと3月末の新規、住宅ですね、販売件数、こちらの方が新築住宅の販売件数、こちらの方が、こちらの方もですね、102.1万戸、2006年の8月以来の水準ということで、非常に高い水準、こういった好調な経済指標、こちらを反映してですね、売られるかと見れば、あまり売られずに先週末小幅上昇にとどまったということですね。
大きなこの金利上昇は見られなかったということでございます。そして円相場の方は107円台の70から70銭台というところですね。今日は、若干ちょっと円高に振れました。そして上海総合指数の方はこちらの方は前日比、午前中はプラスの場面多かったんですけども、午後からは一旦マイナスに転じたりもしてます。ということで3460から80あたりでしょうかね。それから同先物相場、こちらの方はアメリカの経済指標が非常に強かったということを受けまして、再び上へ動き出しましたというところで非常に強い動きですね。市況関連やはり引き続き注目したいと思います。それから次のバルチック海運指数の方も、こちらドライですけども、バラ積み線ですけども、2010年の9月以来の水準まで上昇してきたということで、非常にこちらの方も強い動き、海運株の方も強まっております。トピックス週足の方ですけども、こちらの方、こちらここのところはちょっと3月に高値つけた後、まあ、揉み合いという形になってます。日足の方を見ると25日線を下回った水準で、まあ、揉み合っているということで、大きな動きはないんですけれども、日経平均株価ですね、25日線も下回ってますし、75日線も下回っているということで、まあ、ここを再びちょっと上に脱却して、上抜けてこないと、なかなかちょっとこう下値不安リスクがちょっと高まってくるのかなという感じの動きになってますね。それから信託銀行、ここのとこ、まあ、年金資金のリバランス売り、株式売却がずっと続いてました。ところがですね、14週ぶりに買い越しました。こちらの方416億円の買い越しということで、小幅なんですけども、まあ、信託銀行の、まあ、年金資金と見られる売りは一巡してきたかなというふうに、こういったところから見られます。それから最低改ざんと売り算、こちら引き続き信用改ざんが増加して、最低売り算は低下するという形でございます。グロース株指数に対するバリュー指数の推移、こちらの方は今日はバリュー指数の方が強かったんですけれども、 79.3、中央水準で、ちょっと横ばいという形ですね。業種別の株価指数の方はご覧の通りで、内需とかディフェンシブ系の方はやや弱めになってます。サービスとか小売業とかですね、こういったところが軟調でございまして、建設もちょっと頭打ちというところですね。まあ、売られ続けた陸運がちょっと上向きになっています。から2枚目いきますと、電気機械、輸出関連の電気機械が、まあ、引き続き、まあ、堅調です。それから鉄鋼なんかがちょっと強まってますし、まあ、あとは、まあ、まちまちの動きという形になっています。銘柄の方ですけども、まあ、直近今回は週ベースで人気化した銘柄を探してみようということで、週末株価が前週末比上昇、そして、5週平均売買高の 1.5 倍以上の週間売買高ができている銘柄ということで、安値から高値までの上昇率が、まあ、2倍以下と2倍未満というところで、選んでみました。まず第一関係ソリューションからずっとありますけども、中概路は4月22日に、業績利益の方情報修正しています。コスト削減効果ということですね。あとキューピーは巣ごもり需要で家庭用が好調ということで、私なんかも結構マヨネーズ使いますけども、好きですね。足元では、まあ、食料用の油とかですね、あとは卵の価格がちょっと上昇しているのが気がかりということです。それから三栄建築設計というのは木造3階建て住宅に強みを持つ建て売り会社でございます。からシフトというのがございますけれども、こちら赤字はですね、今期最高益更新予想ですけれども、企業向けソフトウェアの品質保証テストの最大手でございまして、大幅増収増益、こちら書いてますけれども 56.7% 増収、 44.5% 営業増益と好調な予想を出しています。からマークラインズ、こちらのは自動車産業に特化したオンライン情報サービスの会社ですね。それから2枚目いきますと、シグマクシス、こちらは総合コンサルティングの大手ですけれども、こちらの伊藤忠が 9% 約 9% 出資して資本業務提携を結んだということで、まあ、買われております。が津上、2番目の津上は中国向けが好調で、半導体自動車、そしてスマホ加工なんかここは強いんですけども、そういったところもが好調でですね、4月20日に、業績情報修正しました。営業利益65億から 95.6 億ということです。あとセラクは企業の IT インフラの構築を運用を行う会社で、 NTT データと提携しまして、アメリカのソフト大手のセールスフォース、資産管理システムですね、こちらの活用支援サービスを開始するというのを出して、
を発表しました。あと丸前はこちら半導体とかですね、あと液晶用の製造装置向けのに不可欠な真空部品メーカーでございまして、大手の取引先が東京エレクトロンと日本発条ですね。ということで、ここのところちょっと買われてきてます。というところで、あと日本電子も急騰してますけども、今回ここに入れてきました。というところで、こういったところがですね、週間出来高増加、なおかつ、まあ、株価上昇した銘柄というところで、ちょっとピックアップしてみました。ということで、今日もありがとうございました。よろしくお願いいたします。